皆さん、こんばんは。ちひろでございます。今日もマインクラフト続きの方をやっていきましょう。前回ね、倉庫、が完成して、いよいよね、私もアイテムを、整理することができました。やっともうね、適当にね、この辺りにね、置いといた宝箱にね、適当に詰めてたんですけど、まあでもね、まだ序盤ですから、宝箱3個くらいここにバーンってね、置いとけば、まあ間に合うことは間に合うんだけども、まあこの先を考えたらね、ちょっとそれではちょっとしんどいぞと、いうのがありましたんでね、ご覧の通り。倉庫、ね、完成しました。でね、倉庫。ちょっとね、ちょっと内装変えましたかね。まあご覧の通りね、私の、主要アイテムがここに収まっておりますね。ここにはね、まあなんつうのかな、自然関係とかね、葉っぱとか苗木とかね、あと種とか、ね、あと野菜のまだ加工してないやつとか、こっちにかぼちゃ入れればよかったかな。でここはもう羊毛とかね、インクとか、なんつうの、染色かな、染色系。ここはまだ何もない。で、ここはもうね、まあ、食事関係。かぼちゃはこっちじゃなくて向こうに入れていればいいね。こっちにかぼちゃ入れちゃおうか。まあ、焼いた肉とか、ベイクドポテトとか、あと卵とかね。あと生のやつとか。で、上はもういろんなね、雑貨をここに今詰め込んでる。腐肉、ね、腐った肉。さすがにね、生鮮食品と一緒にしとくわけにいかないんで、ちょっとこっちに入れてありますよと。で、こちらはもうご覧の通りね、材料とか素材ね。まあ、私の主要木材ね、松の木、オークの木、ね、白樺。で、こちらはね、丸石。まあ、石、丸石というか、石関係。ね。で、ここ鉄関係。鉄というか、もう、貴重鉱石量。なんでバケツ入ってんだろう、ここに。まあ、いいか。で、こちらはね、戦力岩とか、ね、花崗岩とか安山岩とか、まあ、そのあたりのね、ちょっと変わった石たち。まだ大丈夫だね。ここでにいるとね、すぐ夜になっちゃう。変わった石たちを、まあ、ここに入れていると。で、こっちにね、土、砂利、お砂。で、ここがね、ご説明しましたと思うんですよ、前回。ね、自動かまど、全自動かまどか。ちょっとね、やっぱりね、前はむき出しにしておきたい。やっぱりね、機能美ってものがありますよ。ここはね、なんか、チカチカね、キノコが舞うみたいなのもね、ちょっと味があっていいぞと。いうことで、これを隠すのもなんだし、ホッパーがね、こんな感じでついてんだっていうのも、まあ、それを見るのもまた、ね、味わいがあるんじゃないかと、いうことなんで、ちょっとね、むき出しにしました、前面は。あ、結構できてるね。でね、ここにあった作業台をね、まあ、いちいち作業するのに、一回降りてくるのもめんどくせえなと、なったんでね、ちょっと上に作るぞと。上に作った時に、ちょっと見栄えを良くするために、キャビネットみたいにしてみました。ここにね、ドアつけて、ね。で、ここ作業台ですよ。ね。で、上、戸棚みたいな。ちょっとしたなんか、制作中のものなんかをここに入れてみたりとか。する用の、ちょっとした、まあね、保存できる戸棚みたいにしてあります。ね、燃やしたいものっていうか、焼きたいものはここに入れて、置けば、あとはもう下で勝手に完成してると。まあ今別になんかあるかっつったらないかね。で、今日のことをちょっと話しましょうかね。今日はね、まあ前回も最後に言いましたけど、冒険するぞと、いう感じで、冒険の回にしようかなと思ったんですけれども、まあ、ちょっとね、冒険はするとは思うんですけれど、ちょっとね、なんていうのかな。
ネザー行きてえと。うん、まあね、あのネザーブロックが欲しいんですよ、うん。まあなぜネザーブロックが欲しいのかっていうとね、この後冒険するに至って、私ね、あのなんていうのか、道しるべっていうものを必ず作って、遠出します。うん、まあだからなんていうのかな、明かりをまあ灯していきたいわけ。うん、まあ別に松明でもいいんじゃねえかと、いうのあるんですけど、松明じゃね、味気ないというか、まず、夜になんないとわからない。っていうのがあります。もちろんね、いいんだけど、ちょっと考えがあって、ネザーブロックを燃やす、っていうのをね、まあ、大きめの松明みたいに、まあ、することで、ちょっと見やすく、発見しやすく、できるんじゃないかと、いうことでね、まずはネザーに行きたいよと、ネザーでネザーブロックをちょろっと取りたいよと、まあいうことなんですよ。それでネザーに行くにはどうすりゃいいのかと、まあ皆さんご存知ですよね。まあ、マグマをね、水でギュッとね、冷やすと、黒曜石というものができるわけ。で、それを、まあ、なんていうのかな、4×5 の枠にね、ネザーブロックじゃない、黒曜石で作った4×5の枠に、まあ、火打ち石っていうもので火をね、パチッとね、まあ、灯すと、なネザーゲルトができると、まあ、いうことなんですけれども、その黒曜石っていうものを取るのに、じゃあどうすればいいのかと、マグマね、燃やして、マグマ冷やして、取っちゃえばいいじゃないと、まあ思うんですけれども、それね、あのダイヤのツルハシっていうものじゃないと、まあ黒曜石取れないわけですよ。まあなのでね、あのダイヤを取りに行こうかと、誘拐にしようと思ったんですけど、ちょっとね、ブランチマイニングというものを、まあ、始めました、私。で、そこでね、まあダイヤ取れるまでっていうのをちょっとね、一回やってみてもいいかと思ったんですけど、まあ動画にしてみたらつまんねえと、ただ掘ってるのを見ているだけってのは本当につまらないと思うんで、ちょっとね、もう前もって見つけてきたんで、取ってきちゃいました。で、その模様はちょっとね、編集して、差し込みます。多分今やってんじゃないかな、横の方で。まあそのね、ダイヤが取れましたので、9個ほど、それでね、ダイヤのツルハシを今からちょっと作って、マグマを、いくついるのかな、1、2、3、4、5、10個いるね。まああわよくば14個欲しいぞと、いうことで、ちょっとマグマから黒曜石、ちょっと取ってきましょうよ。ね。ダイヤモンドを、このようにやると、ダイヤのツルハシかっこいいじゃないの。かっこいいじゃないの。ダイヤのツルハシ。でね、あの余分のダイヤをなくすと困るんで、もう入れちゃおう。よし、というわけでね、これからね、ブランチマイニングをしている、まあ私の鉱山、というものをまあご紹介しながらね、マグマブロックじゃない、黒曜石をまあ取ってきましょう。はい。で、敵がいるかもしれないんで、ちょっと武器をね、構えていきますよと。まあ、こっからね、まあ、
なんていうのかな、今ちょっと、どれだったっけな、F3? F3 だね。うん、出ないかな、ポインター出ないかな。今ね、画面の左上ぐらいかな、左上というか、真ん中寄りの左上に XYZ と書いてある部分あるんで、ちょっと一スペース、上の塊から一スペース空いた、一行空いて、XYZ って出てると思うんですよ。でね、今、Y の座標の、ね、値が今 64.0000 ってなってると思うんです。でこれジャンプしてみますよ。ね、一回65になる、うん。つまりこれ高さなんです。Y の値がね。ちょっとまあ私のいろんなデータがいろいろ乗っかっちゃってるんですけどね。NVIDIA のね、GeForce GTX1080Ti とかね、こういうの多分全部出てんだろうね、パソコンのデータが。で、まあ、降りてくると51に下がりましたと。で、まあ、どん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 下がっていくと。ちょっと待って、途中の、骸骨音したよ。こっち最初に掘り出してたね、いるじゃない。あそこにいるじゃない。はい、来いよ。はい、来い。すん。はい、すん。はい、すん。あんまりお前そっち行かない方がいいんじゃないか。何だぞ、そっちは。あそこに当たってる。よしよし、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 やったー、やったったー。やったったぞー。うん、これ危ねえな。塞ぐか。一回塞ぐか。こっちあんまり湧き潰ししてなかった。これ一番最初に掘り出してたね。ブランチマイニング場ですわ。うん。で、まあこの高さだとちょっとダイヤモンドとか貴重鉱石は取れないと。うん。まあ思ってたんで、ちょっとね、掘り下げていきました。ここは、40から28まで下がってきましたね。まあでもここでもまだまだ、うん、ちょっとダイヤモンド取れる高さじゃないなとね。ご覧の通りだいぶ遠くまでやってるんですよ。でね、もう一段下がった方がいいぞと、うん、思ったね。ここからね、こっちですね。今高さが12、うん、12になってますね、 Y ね、うん、よし、じゃあ消しますよ。まあ、12のとこは何だっていうと、ね、実はダイヤモンド、うん、まあ出る高さっていうのは決まってます。うん、まあなんだろうな、1か2から15までだったかな、確か。それぐらいの高さまでの間に、まあ、こういう貴重鉱石がたくさん、まあ、存在してくるわけなんですよ。うん、で、実は一番下までね、掘り下げて、そこからやったらいいじゃないかと。うん、まあ、簡単に、ね、考えれば、まあ、そうなるんですけれども、うん、実はね、マグマっていう問題が出てきちゃう。うん、マグマがね、この低いね、あたりにはたくさん、まあ、池として、マグマの池として、まあ、存在するわけ。ただね、これ、高さが、11より下だったかな。まあ、10ぐらいの高さに、マグマの溜まりが、まあ、できるわけ。うん、まあ、なので、ね、まあ、11、12ぐらいの高さで作って、この坑道っていうか、ブランチマイニングしていれば、まあ、ダイヤモンドは出るけれども、マグマに当たりにくいぞと。まあ、いう高さなんです。というわけでね、この高さ12のところからブランチマイニングをするっていうのが、まあ、なんていうのかな、一般的なわけです。というわけでして、まあ、なぜこのね、下まで下がってきたかというと、まあ、ブランチマイニング今から始めるとかではなくて、うん、ここからね、ちょっと洞窟がありますんで、
まあ、なんならダイヤモンドを見つけてきた洞窟がありますんで。おー、いるじゃない、いるじゃない。おい、いた！ほい。ほい。おっ。おっ。もっとあれだな、射程距離あるな。いやー、ちょっと待って、湧き潰し甘かったな、これ。湧き潰し甘かったな、これ。あ、でも、いきなりマグマあった。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、湧き潰しをしますよ。いや、いいじゃない。あ、バケツ、水バケツまず持ってきてない。それ以前の問題だった。ちょっと待って、はいはいはい、めっちゃ声聞こえる、めっちゃ声聞こえる。どこに、あ、ラピスラズリあるじゃん、ここに。ここはバケツありますね。これを持って行きましょう。早いな、夕暮れから夜になるの。家のちょっと模様替えしましたよ、うん、ここね、ご覧の通り、うん、なんだろう、なんで言ったらいいんだっけ、炊事場、そうだ、炊事場です。で、ここまあベッドで、ここがね、クローゼットね、いいでしょ、壁に埋め込んじゃってるわけで、こっちは見えないようにね、トラップドアなんかを仕掛けてあります。これここにね、ネザーブロック置くわけよ。ちょっともう開けとこうか。で、ここ燃やすの、パチッとね。で、火がバーって燃えるわけよ、ここで。その時に、ここのね、まあ、木製のブロックなんかを燃やして大火事になる可能性があるわけ。ちょっとね、だからここにね、ネザーブロック置いて燃やす前に、ちょっと実験したいの。その火がね、どれくらいの範囲で燃え広がったりするのかっていうのを、まあ、一回ね、検証してから、ああ、ここ置いて大丈夫だなってなったら、まあ置くと。まあちょっと難しそうだったら、それ用に、まあ、うまく加工して、からネザーブロックはあそこに置かないと、せっかく建てた家がね、まあ、火事で燃えるっていうことになるの。それすごい切ないから。まあだからそこが大事なわけ。ちゃんと検証してから、燃焼物を置くときはちゃんと検証してから、まあ、やった方がいいぞと。さて、どうしようかな。ここに行っちゃおうか、うん、ちょうどいい感じで溜まってるんで。よし、行きますよ。ザバーンと。暗いな、急に。この明かり用だから、この辺りは光源としてたんだろうな。よし。でね、大事なのはね、マグマの深さっていうものがありますから。これだから検証していかなきゃなんだわけ。もう1ブロック下げた時にマグマ出てくるのか。あ、出てこない。でもまだマグマ音するな。あ、まだあるよ、全然ありますよ。あ、ここにもある、マグマ池があります。ここに、そうなりますな。なるほどなるほど。これ向こうのと繋がってたりじゃないかな。そんなことないな、ここの溜まりだけだ。
ついてる部分はもう、これでいけんのか。これで黒曜石になったね、そこね。先あるの。これぐらいにしよっか。うん。あ、結構深かった。あ、そっか、これで OK なんだ。よし、じゃあ戻って早速。ネザーゲートを作るぞ。ネザーゲートをどこに作るかっていう問題があるな。まあこんなもんか。これだったらなくしてもいいやって思う。で、鉄インゴットとどこに入れたかな。火打ち石ね。これでクラフトしますと。なんかあったな。あった、これ火打ち石と内金、これをね、もう一個いいかな。重ねられないな。はい、で、まあどこにね、ネザーゲートヒーチューシと鉄は持ってきます。あと丸石が33じゃ足りない。どこに出てくるかっていうのはすごい問題なわけ。これだから開けたところに出たくないな。あのどっちかっていうと道の洞窟みたいなところに出たいな。まあガストですよ、一番問題なのは。ガストに、だからあのネザーゲートね、あのボーンってやられるっていうのが一番しんどいです。あ、骨持ってくればよかった。ワンコいるわ。いたいたいた。ここ御神木としてここ建てたところ、ここから行くのがいいんじゃねえかと。
どうしようかな。うん、ここに、ネザーじゃねえや、黒曜石をこういう風に輪っかになるように置いて、うん、でここを火打ち石でパチッとすると、うわ気持ち悪い、気持ちが悪い見て、なんかちょっとなんかすごいちょっと感じてたな。よし、じゃあ行きますか、早速。つるはし、つるはしですぐ、ね、丸石で行けるよ。よし、じゃあ行きましょう。コンクエスト、あーやばいな、開けたとこだな。ちょっと狭かったか。気持ちが悪いなここ。ああ早くしろ、早くじゃん、早くして、はい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 、あ、じゃあじゃあ入っちゃう、入っちゃう、入っちゃう、へえ緊張する怖い怖い、ガスが開く。ガスはでもあれか、マグマの海から湧いてくるのか。ネザーってでも基本的にはだよ。あーでもいるか、骸骨いるか、普通にネザーの骸骨いるか。ゾンビピックマンだっけ。うん、あの子だけ優しかったし気がするんだけど。よし、じゃあちょっとブロック狩るか。いや恐ろしいな、なんか雰囲気が。できればグローストーンね。いいぞいいぞ。すごい、なんか見えないかな、なんかなんだっけ、あの遺跡みたいなやつあったよね。悪いブロックになっちゃってるな
まあいいんだけど、ネザーの恐ろしさっていうものが増していいんだけど、結構俺ネザーブロック使うわけよ、燃焼物として。グローストーン欲しいんだよな。すごい溶岩がある。あのネザーの世界ってのはね、溶岩のあのこうなんていうのかな、進行スピードが速いから、水ほどは速くないけども、さてどっか行き道を探そうか。とりあえずとりあえずここ下降り入れる。見れるけどこっちじゃない方がいいな。内側から行きますか。こっちでも下まで降りれそうな気がするな、こっちからだ。まあいいや、先こっち行こう。ちょうどいい感じで掘ってた。から来ましたよ。あれ、なんか先あるこれ。ちょっと行きますか。ネザーブロックの方がいいんだ。ここ落ちたら死ぬ高さだから。状態のグロースって、ね、気持ち悪いな。よし、降りよ。このあの壊れやすさすごい好き。よしよしよ、取れた取れた取れた。よし、これは赤色キノコ。クロスト、もう一個なかった？取れてないか、別に。ないな。あれ？目の前にあるじゃない。ほら。すごい。すごい。じゃあ。ガスの声でしょ、今。ガスの声でしょ、今。完全に。ほら、間違いねえ。ここを入り口としよう。恐ろしい要塞。ここを入り口としよう。うん、ちょっとしっかり加工して。
よしよしよし。いや、これでも色気出すと簡単に死にますからね、ここは。あれはブレイズのとこじゃない？ブレイズでしょ。何かあるぞ、何かあるぞ。あ、燃えてるだけか。焼くんじゃねえの。あ、来たよ、ほら、ほら来た。痛い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 。ちゃんとここから出てこれた。たまにね、全然わけわかんないところに出されたやつ。いいね。ご神木の下で、下にネザーゲートがある。いいね。ここにつながる道をいずれ作りましょう。よし、ここでやりましょうか。まずネザーブロック。うん。ね。で、ここに、あれ？ここしかない。丸石を、ね、このように、敷きますと。うん。黒曜石置いたら大変なことになっちゃう。うん。で、ここに、このように、うん、置いてみましょう。うん、これを火打ち石で、うん、パチンとする。この場合、木材に火が移るのか。大丈夫そう。大丈夫そうです。よし。大丈夫そうであれば、我が家で、我が家に設置しよう。で、ネザーブロック敷いて、うん、暖炉できた。暖炉できたけど、ちょっと加工しなきゃだ。あ、でもこんなんがいいのかもしれない。いいね、いいですね。はい、これで暖炉できたよ、うん、ね、ここにかまどもあります、ね、なんか作ってたな。いいじゃない。これ煙突上にありますからね、上からね。あ、もう夜だった。上から何か降ってきて、あの中にポンとね、煙突からポンと落ちてきて、あそこで燃やされるってことだ。あれかな、もしかしたら上にある湧き潰しなんかそこやめといて。いや、でもモンスターなスコンと落ちてこないか。怖いんだよな、この音。よし、行きますよ。急にですけど。でね、できればね、分かりやすい道をたどりたいんで、あんまりね、まあだから水回りを行くっていうのはちょっとしんどいから、
こっちの、こっち確か陸続きになってるんで、ちょっとそっち側に行ってみましょうかね。で、よし、じゃあ急ですけれども冒険へ出発だ。あ、これ下に、下洞窟なんですよ。まあ多分ね、自分の拠点が見えるようなところであれば、まあでも早速だから1個入れますか。これがね、いい目印になるんですよ。ちょっと待ってね。あれだな、あれが欲しいですよ。ダークオークの原木から苗木が欲しい。まだそれぐらいで、あ、ここ、あ、懐かしいな、クリパーに爆破されたところだね。あれ？あ、これあれで、あれか。この前見つけた村か。いや、違う。こんなとこじゃなかった。こんな、水の中じゃなくて、嘘でしょ。へえ、嘘でしょ。あ、ちょっと待って、目印を作るんだ。こんにちは、皆さん。あ、剣持っててわかる。びっくりしちゃうね。そらそら。あれ？ここにいなかったっけ？あ、いた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 。静塚さん、紙を持ってくとレベルが上がる。あ、あったー、あったあった、ありました。ちょっと申し訳ないけど、これ本いただいてっていいかな。ごめんな、おばちゃん。おばちゃんごめんなさい、本をください。あ、もう壊れた。おばちゃん、あんまり見ないで。だんだ、ここは、よし来た、よし来た、鍛冶屋だ。出してよ。よし。ダイヤモンド入ってた。あ、これなんかビートルトっぽくね。違った？あ、ほら、ビートルトの種。あ、できてるのある。ごめんなさい、いただくよ。よいしょー。ビートルート、ビートルートってビーツのことかな。うん。てか、赤株のことかもしれない。はい。それで。よし、オッケー。ちゃんと見えますね。さてと、あっちなんだろう。ちょっと変わった木の葉っぱの色してるけど、ちょっと行ってみる。あっちの方、どっち側だった。こっちか、こっち上がっていこうか。うん、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘だろ。そんなにある。そんなに村ある。ちょっと待って、あれでも前に見つけた村じゃない。いや、これ初めての村だな。嘘。ああ、いらっしゃるね。そうだろう。おお、マジか。
クラー手に入っちゃったな。はい、パンいただきました。ダイヤモンドの馬鎧。ここ上がるっつってたんだよね。あーら、ここに住んでんの君たちは。なんだろう、このバイオームが違うだけなのかな。まだ上がろうか。いやいいね。ここにつけるか。うん、見えるでしょこれ。よしよし。さてこっちには何があるんですか。あ、前回アルパカと言ってしまったラマ。ふむ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 。楽しい冒険。楽しいね。あれ来たな。これだこれだ。よし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 、これですよ皆さん。これがダークオークの木でございます。あれ何あれ、なんかあるよあそこに。あ、キノコだ。ダークオークの森だここ。ダークオークの森が、いやマジか、すごいな俺。すごくない？これが欲しいといったものがもう手に入ってくれ、どんどん。とりあえずこれをいただこうか。まあ苗木がもらえたらもう御の字なんだよね。まずはこれ普通の奥でしょ。これはで、これで葉っぱが消えるよね。真ん中ある。で、ダークオークっていうのはね、葉っぱの数がまあ少ない。なので、苗木がもう取りづらい。取りづらいってことはなかなかもらえない。だとね、ダークオークっていうのは1本では育たない。4本、苗木4本でこの大きさのやつしか確か育たないはずなんですよ。いやーめっちゃ風強い。ただね、これが手に入ると杉の木に並ぶ、建材としてのね、利便性もう原木埋まってたりしない。ちょっとまあ杉の木と比べてこういう分かりづらさあるんですよ。なんだろう、枝が分かれてたりっていうのが。このダークオークっていうのは本当に真っ黒の、
在なのかな。まあいいか、12もらえたらまあいいか、うん、十分でしょ。さすがに怒ってないかな。もうダークか、うまい、うん、これで3本立てる。そっからまた苗木を手に入れていけばいいや。よし、ほい、おい、危ねえ。あれなんだろう、陸地か。すごいね。あー、いいとこだね。向こう側行ってみましょうか、うん、いい川だね。あー、いい川だな、ここ。こういうところに家建てたりしたいんだよね、実は。あんまり大きくないね、川に。これは何だ、何かを。何かに誘われている気がするぞ。ね、松明を。谷か、谷だけど、何か見えない。あの人工物みたいなね、あのブロック、丸石のブロックがね見えたの。スポーナーブロックだから、ちょっとこれ気になるけど、気になるけど、またにしよう。これ鉄あるか、ちょうど、うん、目印も立てたし、こあれ、サバンナだ。サバンナ地帯だ。まだ見えない。一本ここに当てとこうか。ちょっと高めの。いやー、いいじゃない。これで木材が全部揃うんじゃないの。アカシアの木だね、あれね。いくぞ。すん、いけたー。あれ、あー、こんな時に限ってハサミ持ってきてない。ハサミ作れそうだな。欲しい色の、うん、羊さんいたら考えようかな。さあ、ここが皆さんサバンナバイオーム。このアカシアの木があるってことは多分サバンナバイオーム。何、なんだなんだあれ。間違いなく人工物ですよ。これもしかしてあれかい？
沈没船ってやつかい？宝が入ってるでしょ、これ。ああ、大海原だ。だけれどもアイテムがいっぱいすぎてっていうのあるな。ちょっとね、これはちょっとね、今度にしようか、うん、今度にするためにここに目印を持ってこなきゃいけないね。お、ピンク色の羊毛のやつがいる。どうしてそうなったお前。あれ目印なくない？うわ、すごい。サバンナバイオームだーって近寄ってきたから。あそこか。あるね、あそこ。うん、あそこにある。あれ、高めのやつだよね。じゃあここに、ここに作っとこう。ここに作っときゃ見えるからね。よし、ちょっと今日はね、もうこのアカシアの木の苗木をもらって帰ろう。で、次回あの沈没船を調べるみたいなのしようか。ここもだ。いただきやすいところに行きたいぞ。きれい、この青さ。素敵なところじゃないのよ。これだな。やりやすい。取れたね、アカシアの苗木。綺麗だ。最高だ。この水平線に沈む夕日見なかったんだよね。あの辺りにさ、海に出ていくためのね、ボート発着場なんか作ったらいいかもしれない。朝日がね、昇るところと夕日が沈むところがね、両方見える場所、そんなところに建築物を何か作ってもいいかもしれないですね。草が多くて苗木が見えない。あのてっぺんに一回上がって、で周り見渡してから戻りますか。まあアカシアの苗木3本もあれば、あとはね、拠点で増やせますんで。よし、もう取れたな。今4つもういいでしょ。そこ近寄らない方がいいよ。ここたち燃えるよ。焼き通りになっちまうぞ。あれ、砂漠もあるな、あっちに。
やーすごいねー。あ、ウミガメがあそこにいますよ。あれウミガメでしょ。産卵してんのかな。ウミガメ俺見るの初めてだな。そして向こうから向こうに行くと砂漠バイオ、サボテンとか取って帰っちゃおうか。あ、いきなりあった。取れない。どうだ。何を今度は間引くかね。丸石もいらない。あ、ウサちゃん初めて見ましたわ。この私のジャバエディションで、うわーいいな。あ、危ないよ。危ない。もういい、うん、もう追いかけないから、うん、そっち来なさい。ちょっと一瞬チャンク開けようか。ビデオ設定、ビューバー距離、狂気、さあ広がるよ世界が。まあ、あるんですよこれね。あの描画距離をねちょっと縮めて、ちょっとあの何ていうのパフォーマンスを上げてるから、なんていうか、見えてないとこありましたけど。重いねやっぱり、さすがに。もう夕方になった。さてと、じゃあサボテンも取れた、アカシアの苗木も取れた、ダークオークの苗木も取れたということで、なんだったらあのね、あの村でダイヤモンドまで取れちゃいましたので、戻りましょう。十分、いやー有意義でしたよ。サバンナ見つけた、砂漠見つけた、ダークオークの森見つけた。素晴らしいな。水辺で寝ちゃう気分がちょっと待って半分使っちゃうけど、まあいいかな。さあちゃんと無事に戻れるかっていうのはね、これ大事ですから、冒険っていうのは。戻れなきゃ意味がないんだ。どんなに見つけても、どんなにいい成果があっても、ちゃんと戻ってこそ。こういうね、なんていうのかな、私の中であの必ず帰るっていう、まあ、大前提よ、うん、危ないな。大前提を持ってます、ね、私の中で。でこれあの洞窟でもこの、うん、私の理論がございまして、あの壁が両サイドに必ずあるけど、うん、洞窟っていうものは、もちろん天井もあれば床もあるんだけども、右左に壁が必ずあるんです。あれどこにあった、どこにあったの、見た、こうか。で必ずやるのは脇潰しというか、あの
松明をまあ置いていくはずなんですよ。湧き潰し目的でもあれば、あの目印としてね、その松明を置く場所っていうのをあの統一するというか、あのなんていうのかな、必ず左側の壁に、茶色、茶色は欲しい、茶色は欲しい、ハサミ、ハサミ出てたろうなきっとな。どこか、あれハサミどこ、素材足りないのかな、見てないのかな、それとも俺が、ただあったあったあった、見てなかっただけだった。うん、この子連れて帰りたいな。茶色のね、あ、そうか、ジャングルバイオームがまだだったわ。じゃあいいねいいね、もうネザーラック捨てちゃう。あとこの作業台はここに置いていく、まあ、もう一回草はんでくんないかな。で途中になったけども、洞窟で左の壁に松明を置いていくようにすると、帰りは右の壁についてる松明をたどってくれば必ず帰れるんですよ。これ結構大事だよね。あのどこ行ったか分かんなくなっちゃうって戻れないっていうのは一番独自だわ。なんだ、あ、そう、追いかけてくるって洞窟でありがちな危険。せっかくね、あの手に入ったね、うん、鉱物たちが持ち帰れないわ拠点に。まああの直下掘り、直下掘りじゃない、直上掘りか、真上に掘り進めてね、まず地上に出ちゃうっていうのもある手ではあるんだけど、それがね、どこかわからなかったら結局同じだから。こうだからね、必ずやってほしい。おすすめなんです、これ。何色だろうな。グレーか。で、なぜ茶色の羊毛がね、貴重かっていうとね、今のパッチではどうかわかんないけども、茶色の染色が可能になるのは、ね、コーヒー豆だけなので、ね、私の知ってる限りではね。このパッチでどうかわかんないけど、また別のものがね、ジャングルバイオームなかなか見つからないっていう人が、茶色に染色できないよっていうね、多分不満があるだろうから、なんか代わりになるもの追加しましたよみたいなのあるかもしれないんで、まあ、また私の知ってる限りではコーヒー豆しかないから、まあ、ジャングルバイオームが見つからないと、まあ、そのコーヒー豆っていうのはジャングルバイオームしかないわけね。そのコーヒー豆が見つからないから、てかジャングルバイオームが見つからないから、はい、茶色いね、毛をね、生やしてくれる羊っていうのは貴重だっていう話なんです。連れて帰りたいわけ、本来である。ただ紐がね、紐がないんですわ。紐のレシピもまだ覚えてないし。まあ雲からの糸みたいなね、うん、レシピなんだろうけども。いやー、わかりやすい。あれがね、松明だとちょっと難しいんですよ。見つけ出すのが。
だからこれ大事なんだけど、ネザーラックのでかい一体物。あそこに村があって、あっちが一番最初に見つけた村だね。うん、2番目の村があって。で、あっちから来たってことだね、あの感じだと。あ、見えるよ。あれ、我が家でしょ。これ。もう少し行ったら御神木見えるんじゃないの？ほら、見えた、見えた。あそこ、杉の木。あの下にネザーゲートがある。つまりここが我が家です。今度冒険するときはまた別の道で行こうか。まずだからね、さっきのあれですよ、砂漠バイオムあたり、サバンナのあたり一個ね、また仮拠点というか中継地点みたいなの作って、そこまでの、まあ、道を作るみたいのがあってもいいかもしれないね。だから途中に谷があったからあそこに橋を架けたりね、そこまでの道をあのスコップでね、あの道にしてってっていうのがあってもいいし、まあ夢が広がりますよ、こういう道ね。そしたらもうあそこのね、今やってる目印みたいな引き上げてって言おうとしたらいいです。とまあこんな感じで無事に帰ってきましたね、うん、いやーすごい成果ちょっと待ってね、もう片付けたい。まずダイヤモンド入れたいでしょ、馬養老入れたい、武器入れるところを作ろうが、ここだな。あ、剣入れちゃった。剣入れてもいいか、剣持ってる。さあ、というわけでね、今日はここで終わりにいたしましょう。ね。素晴らしい日でしたね。まあ、ネザーゲート行ったら、ネザーゲートじゃ、ネザーの世界行ったらね、目の前にね、恐ろしい要塞があると。あの中にね、まあ、何があるのかというと、まあ、宝箱がいっぱい入ってるわけ、うん、で宝箱の中にまあ一番私が見るのはね、あん中で馬鎧と鞍がまあたくさん入ってる気がします。でたまにダイヤモンドとかね、うん、っていうのが見つかるはずです。あそこで金の人参とか、うん、でまあそれも大事なんだけど、あれをね見つけ出すっていうのはな、一番俺の中で、まあ、大事だなと思うのは、ブレイズ。ブレイズのね、あのスポナーブロックが、まあ、必ずあるんですよ。あれをね、うまく利用して、ブレイズのモンスタートラップ、うん、っていうものを作ります。うん、まあ、そのうちね。で、それがなぜいるのかというと、まあ、ブレイズロットっていうのが必要なわけ。でそのブレイズロット、まあブレイズロットだったかな、ブレイズの粉だったかな、なんかあるんですよ、ブレイズパウダーかな、うん、それがねまあ錬金で必ず必要になってくると、燃料というかね、うん、まあなのでまあ薬作りに、まあ、必要不可欠だと、うん、まあそれが目的で、うん、ちょっとそれも作りたいなと。まあ、なぜそんな薬が必要なのって言われると、まあ、薬を使って、まあ、いずれね海底神殿とか、まあ、ゆくゆくはねエンダードラゴンを退治するとかね、ウィザーをやるとかいうことのためにはもうこの薬が必ず必要になってきますので、まあ、それを形作るためにまあ、ね、ネザーで。まあ、ブレイズのスポナーブロックを使ったモンスタートラップっていうことを考えているということです。で、まあ、ちょっと話飛んだけども、今
の成果として、まあネザーで、まあ、要塞見つけた、うん、あとはまあブロック関係、ネザーのブロック関係、ね、が手に入りましたと。でまあ出てきて、まあ、そのネザーラックというね、ネザーのブロックを利用してまあね、冒険をするときに必要になる目印っていうものが分かりやすくなるような、まあ、仕組みがあって、まあ、それで安全に冒険ができるようになったと、うん、っていうことですね。でその結果、まあ、ダークオークアカシアの苗木を手に入れることができて、ビートルート、まあ、村を2つ発見すると、その村からダイヤモンドを手に入ると、うん、であとなんだっけ、サボテンが手に入ったんで、まあ、サボテンを使ったゴミ箱とかね、あとサボテンを増殖させて、まあもう夜になるとか、まあ染料、緑の染料とかね、うん、必要になってくると、まあそれが作れるようになると。であと何だったっけな、あとあれですよ、次回ねやろうって言った、沈没船の中にあるお宝の探索、うん、ちょっともう寝よう。だね。あと何かあったかな。あ、そんなもんか。そんなもんかってだいぶだけどな、それ。うん。あ、大丈夫だね。うん、ね、おかげで、ネザーに行ったおかげで、ね、暖炉が完成しました。はい、じゃあ。じゃあ今日はこれで終わりにいたしましょう、ね、長時間のご視聴ありがとうございました、ね、次回の放送もよろしければ。あ、電車、次回の放送もよろしくお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。さよなら。お疲れ様です。なんで寝れない、まだまだ寝れないの。寝てね、綺麗に終わろうと思ったのにまだ寝るだけだった。あ、もうこれいけんな。お疲れ様でした。ウケンさんなら、お疲れ様。あれ、3人称してんじゃねえか。お疲れ様でした。手で隠してくるんだ。